トエルブワイオーは、1998年9月10日に、講談社より、単行本が出版された、福井春年の小説。福井のデビュー作にして、第44回、江戸川乱歩賞受賞作品である。沖縄を主な舞台に展開される、壮大なサスペンススペクタクルアクション。2000年に発表された、福井の諸女作、川の深さは、の続編であり、自作。 亡国のイージスや戦国自衛隊百5 4 9の物語の軸にもなっている。2001年には講談社より文庫本が出版された。川の深沢は第43回江戸川乱歩賞の受賞を逃したが、当時の選考委員だった大沢有政が同作を大いに絶賛して再挑戦を伝えるメッセージを送り、福井がそれに応えて応募したものが本作である。 なお、12YO の中国語版が存在するという事実を自身のホームページで明かしている。中国版題名は、第512である。沖縄から、米海兵隊が撤退した。それは、コンピューターウイルス、アポトーシス2と、ウルマナル兵器を使用する、謎のテロリスト、12の仕業だった。自衛官募集員をやっていた、平勘太郎は、ある日、かつての命の恩人である。 トーマ周一に出会う。そしてその出会いがきっかけで、平は巨大な陰謀に巻き込まれていく。ありがとうございます。